生活です。と5ヶ月、ねなんですけれども、今回初デビューになります、パープルレディース、ね、でパープルでパープルで、つむつむのサポートのベースが入ります。じゃああとはもうお任せです。パープルレディース&トゥムトゥムです。よろしくお願いします。前回のここのライブの後にじゃあ次回は出させてもらおうということで、そこで、じゃあコンビ名グループ名を何にしようというような話だったんですけど、ちょうど私たち、はい、ピンクレディー世代で、ちょっとピンクはちょっときついかなということで、パープルぐらいだったら許していただけるんではないかということで、パープルレディースです。で、我々2人だけですとやっぱり初心者で、あまり心元なかなかなかったので、つむつむの方に応援をいただきまして今日やらせていただきます。拙い演奏ですけどよろしくお願いいたします。では、1曲目は、こちら竹野内先生セレクトの、白い色は恋人の色、ハワイ出身のベッティ&クリスの2人です。お願いします。はい、準備します。ワン、ツー、スリー、フォー。
ピーナッツの話をするんだよね。ピーナッツって落花生っていう話をこの間知ったんですけども、お花が上になって咲いて、これが地中に潜って、それが下でなって、あの千葉でなってるピーナッツ落花生になるということなんですが、落花生って身長が伸びるって皆さん知ってました？私も初めて聞いたんですけども、トゥムトゥムは毎日ピーナッツ私が初めてお会いした時に頭一つ分ぐらい小さかったんですけど、50を過ぎても身長が伸びるらしいので、あの小さい僕ちゃんたちはぜひ今からピーナッツを毎日おやつしていただくといいと思います。OK、じゃあピーナッツの恋のバカなんです。じゃあちょっと早くなりそうなので気持ちゆっくりお願いします。皆さん、あの私たちが乗り遅れてたら、あのいろいろ手拍子やらいろいろ助けてください。お願いします。
ってますので、もしねよかったら参加してみてください。イタリアンレストランってよくテレビで出てくるので、ですね、それではじゃあ皆さん、はい、なはい、すいません。で最初前回3人で実は出ていただいたんですけども、その前が7人ぐらいだったかな。その3人が今回みんな都合悪くて来ようって、そしたら今日ほぼ初めての方ばっかりに参加できました、そして、今日ねモアナちゃんが来てます、ね、はい、じゃあどうぞ入ってきて、で今椅子出しますからね、はい。